今回の未来の職場の舞台は KCP 地球市民日本語学校です。1983年設立の日本語学校で、大学進学コースや日本文化の特別講義も提供しています。教える側にとっての3時間っていうのはあまり長いものではないと思うんですが、例えば学生が座って授業を聞いている3時間っていうのは、中にはアルバイトをして疲れている学生もいますし、日本語が分からなくてちょっとスランプに陥っているような人とか、そういう人っていうのも中にはいるんじゃないかなと思っているんですね。で、日本語って楽しいものなんだっていうのを学生たちには忘れないでほしいなという思いがあるのと、よくこう初級っていうと学生たちは文系やって、練習やってドリルやってちょっと会話をやってという、流れになって終わってしまうこともあるんですが、実はみんなは日本語で面白いことだって言えるし、日本人と話すときにこういうユーモアだってあるんだよっていうのを、ぜひ教えてあげたいなというのは非常に思ってやっています。はい、中学生の時からなんですが、うちの近所に外国人の、外国人いわゆる労働者という方たちが非常に多くてですね、普段からそういう人たちと接して、いたっていうことが一つと、あとは隣、すいません、私のうちの隣に住んでいる方が中国人の奥さんをもらいまして、その人に、ちょっと日本語、例えばもらったプリントが読めないとか、そういうことがあったので、そういうのをちょっと教えていくうちに、日本語教師というものに興味を持ち始めたというのが、きっかけで、日本語教師という立場で世界のいろいろなところの架け橋になれたらいいなという、思いを持って、最初は日本語教師になろうと思いました。初めての授業の時は、うちの登校の授業3時間なんですが、3時間何をやったか全く覚えていないぐらい頭が真っ白になって、そんなことがしばらく続いていた時に、やっぱり学生からちょっと厳しいことを言われたりもしたんですが、最後に先生は一生懸命頑張っているのが分かるというふうに言われたことがあります。で、もちろん私も新人だったので教え方はすごく下手だったんですが、一生懸命やるというこういう心っていうのは本当に万国共通でみんなに伝わるものだなっていうのは非常に感じましたし、その3ヶ月が終わった時に学生が本当にありがとうございましたと言って手紙を書いてくれたりとかしたことが、よくその時ありまして、その時は本当に感動しました。こんな私の授業で本当に申し訳ないなっていう気持ちになって、やっぱりその後から授業に関してのやっぱりこう勉強の仕方とかも非常に変わりましたし、やっぱりその学生がもちろん日本語が上手になっていく過程があるんですけれども、それと一緒にやっぱり私たち教師も一緒に成長していっているのではないかというふうに思います。この仕事自体はとてもハードだと思いますが、やっぱり日々成長していけるっていうことと、やっぱり毎日必ず一度は私は大きい声で笑ってしまう学生の失敗だったり、学生が言ってくれたことだったりして、そういう刺激が毎日あります。そういうことを求めている人には非常にいい仕事ではないかと思います。